まあ、いよいよ明日の3月1日火曜日9時から AQ10TV でバージョン 6.1 のアップデート情報が発表されるということで、まあ、今から楽しみですねというところなんですが、まあ、今回はね、発表前にバージョン 6.1 の内容を、まあ、勝手にまあ予想というかね、願望というか、まあそういう話をしてみようかなと思っています。で、まあ発表されてしまうとね、あとは、その発表されたことに基づいてになってしまうんですが、まあ今ならね、何でも好き勝手言えるかなと思って、ちょっと今回ね、そういう話をしてみようと思います。まあ、アップデートのメインといえば、やっぱりストーリーではあるんですが、まあ当然、今は、ストーリーの話はしません。で、まあ、やっぱり全体に関係あるもので、一番大きいものは、バトル関連だと思われますが、うん。まず、確実に来るであろう、というのが、まあ、115の新防具ですね。レベル115の新防具。ね。毎回、まあ、小数点の、まあ、6.0 とか、6.2 とか、まあ、偶数の時は、武器とか盾。で、6.1、6.3 とか、まあ、奇数の時は、防具が来るので、まあ、次回、6.1 は防具が来るはずと。ということですね。まあ、どういった性能になるのか。ただまあ、明日は多分まだデザインだけしか発表されずに、セット内容はね、実際アップデート後にしか判明しないと思うんですが、まあ、どういったものが来るのか、今から楽しみですね。ローブで言うとね、カテドラルローブの、上位版が、来るのかな？来ないのかな？いい加減カテドラルセットの上位が欲しいところですが。あと、まあね、舞踏家とか魔物使いだとガナドールをずっと使ってる人も多いと思いますが、ガナドールの上位はまだ来ないんじゃないかな？ちょっとまだ、しばらく、まあ、次ぐらいかな？ 6.3 ぐらいでは来るかもしれない。うん、あと、まあ、ミラーアーマーとかもね、まだ強いですし、というところで、まあ、このワンダラーズセットもね、強いんですが、ちょっと、魔性とか、動物界向けになっていると思うので、もしかしたら、このね、動物界魔性盗賊系のやつで、ね、海賊向けの、セット効果、のものが来るかもしれませんね。で、海賊向けどういうものがいいのかなーってちょっといろいろ考えてたんですが、チャージタイム短縮とかね、そういうのがいいのかなーと思いました。大砲を置くときに、どうしてもその、一回置いたら2、3ターン後になってしまうんですが、チャージタイムが10秒短縮されるだけで、連続でね、大砲を置くことができるんです。ので、チャージタイム短縮のセットが来たら、海賊がかなり強くなる気がしています。あとは、まあ、旅芸人とか、レンジャーとかね。まあ、風のマントもね、グレースフルも強いんですけど、まあ、今回、ね、6.0 で葉っぱとか雫が、弱体化されてしまったので、まあ、それの帳尻合わせというか、うん。まあ、回復蘇生をしやすくなるようなセット効果のものが来るのかなとか、勝手に思っています。まあ、例えば、行動時早読みとか、開幕早読みとか、まあ、ワンダラーズみたいなセット効果のやつ。とか、あと、まあ、回復量アップとかね。この辺が、まあ、楽しみかな、というのと、あと、
新防具が出ると、やっぱり素材がね、いろいろ値上がりしますので、まあ、金策のチャンスでもあるので、そのあたりも注目していきたいという感じですよね。まあもう一つ防具と並んで大きなものが、職業バランス。で、まあ今までバージョン 5.5 ぐらいまでで、まあ、公営を中心に調整されてきたので、まあ、今回は前衛が中心になるのかなと、まあ、考えると、まあ、調整されるヒットといえば、バトルマスターじゃないかなというふうには予想されます。あとね、まあ、前衛というか、中衛というかよくわからないですが、踊り子とかも、ね、何らかの調整があるかなと。わかんないですね。まあ、勝手に言ってるだけですけどね。あと、まあ、パラディンね、一回調整入ったんですが、なんか、あんまり変わんないですよね。パラディンもう一声。スティック装備時、ザオラルが使えるとか、なんかないですかね。いい調整ね。あと、まあ、前衛は、まあ、バトルマスターかなと思うんですが、ちょっと、今までね、いろいろ調整されてきた中高衛も、やっぱり葉っぱとか雫が弱体化されてしまったので、まあ、それに合わせるような調整が施される可能性はあるかなと。まあ、そうしてもらわないと、ね、葉っぱとか雫ね、弱体化だけされてね、そのままっていうわけにもいかないと思うので、何らかの代わりになるような可能性が、期待されるという感じですかね。まあ基本的にはこの大きく2つですが、防具と職業バランス調整ですね。大きく2つですが、あとまあ新コンテンツとして、まあ、バージョン5の起床銃みたいなものがおそらく必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、展開のフィールドを使った、フィールドバトルを使った何かですね。まあ、現状、魔界で狩りをした方がいい。展開で、ね、敵と戦う、フィールドで戦う、意味が非常に薄いので、まあ、展開でね、フィールドバトルをする、まあ、動機づけというか、まあ、展開にも起床銃が現れますっていうのはちょっと違う気もするので、まあ、起床銃とはなんか違う形で、まあ、そのね、たまに出てくる敵を取り合うみたいなのとはまた別の形で、何らかの起床核とか、まあ、そういうものが手に入る。で、展開の敵が直接起床核の欠片が、ドロップするおまじないとかね。ちょっとまあ、それはさすがに乱暴すぎるかな。まあ、何か、ね、バージョン、まあ、いつまで経ってもね、バージョン5の魔界で、細胞を集めてみたいな。なんか、それも違うなという気はしてるので、何か、展開で欲しいです。来るのか、来ないのか、という感じですが。まあ、あとは、レベル解放とかね。まあ、112の解放はおそらくあるでしょう。で、不思議の的とかも、おそらく、まあ、少しね。まあ、今、30回までいますが、例えば40回まで解放されるとかね。まあ、少しは、アップデートされる、ね、不思議の的をね、やるんじゃないかなとか、あとは、ま、パニーガルムですね。まあ、パニーガルムも、女神の木を、レベル10以降も、成長できるようになるであろう。というところと、また、新しいボスもね、まあ、多分3体とか追加されない気はしますが、1体ぐらいは新ボスが来るんじゃないかな、という気はしています。で、女神の木のレベル11以降なんですが、まあ今まで通り創生獣だけで
レベルアップできるのか、それともソーセージの上位版みたいのが来るのか、うん、まあこの辺も注目です。でまあソーセージの上位版が来ないと、まあ、すでにねたくさん集めてる人がもうあっという間にね女神の木成長させてしまうということもありますし、うん、まあ、あの上位版みたいなのがあればまたねカニガルも盛り上がるんじゃないかなという気がしますので、そういうのもあるのかな、ないですかね、わかんないですけどね。でゼルメアも新防具が追加されるのでアップデートはあると思うんですけど、ゼルメアはねもう一回お話が完結しちゃってるんで防具だけ追加されるみたいな、そんな感じですかね。で、あと、大きなものとして、新エンドコンテンツ。ね、おそらく来るでしょう。まあ、バージョン3以降、ね、あの小数点以下が偶数の時は、新コインボスですね。で、まあ、今回はアンドレアルとかね、追加されましたが、で、奇数の時にエンドコンテンツボスが追加されていってますので、おそらくまた新しいね、聖職者の当選記も一通り完結しましたが、新しいシリーズが始まるのかな。まあ来るとしてもね、まあどんなボスが来るか、現状は予想のしようがないので、まあどちらかというと、ね、まあ期待したいのは、聖職者の強さ4とかね、聖職者を難易度選択できるようになるのかどうかとか、まあ、この辺が注目のポイントかな。まあバトル系はそんな感じですかね。まあ防具と職業バランス調整と、でまあ展開のフィールドを使ったようなピンコンテンツが来るかどうかと、あとまあ、新エンドコンテンツですね。あとは、こまごましたものかな、という気がしています。であとまあ、システム系とか生活系もあるんですけど、この辺はちょっと予想しようがないので、まあまあ、どういうものがね、さらに便利になるようなものが来るのか、楽しみにしましょうと。でまあ、一つ挙げるとすれば、まあ、結構何度も言われてますが、まあ、配信モードの人と、配信、映りたくない人がマッチングしないようなシステムですね。これ早めに導入した方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうかと。まあ、特にね、パネガルムとか、オートマッチング限定になっているんで、まあ、早めに対応が欲しいところですよね。まあ、実際にオートマッチングで配信モードの人とマッチングしてしまって、まあ、いわゆるね、まあ、回線抜きですね。まあ、無理やりログアウトするという人もいるそうなので、まあ、結局いろんな人がね、この、まあ、もちろんね、この映りたくないっていう人の気持ちもわかりますので、うん。まあ、その辺がうまくいくように、システム面でね、やってほしいなと思います。で、まあ、最後に、まあ、イベント系についてですね。で、まあ、季節イベントとしては、まあ、4月の春のイースターイベントぐらいかな。で、まあ、一応、6月に、ジューンブライドですね、まあ、結婚式のイベントとかが結構行われてたりはしたんですが、まあ、ここ数年ね、ジューンブライドイベントがないので、久しぶりにあるかどうかという感じですね。まあ、季節系のイベントであるとしたら、イースターイベント、4月のね、イースターのイベントと、ジューンブライドぐらいかなと。あとは、以前も言いましたけども、スライム探しとかね、カジノレイドとか、モンスターバトルロードの、協力チャレンジバトルとかね、まあ、その辺を、ぜひ、やってほしいな、という感じですかね。というところで、ちょっとまあ長くなりましたけれども、明日の DQ10TV ですね。ちょっとまあ、私の勝手な予想というか願望というか、というのをお話ししてみました。
でも朝の電球 TV 終了後、深夜の1時とか2時頃くらいから、まあ、振り返り配信みたいなものをしようかなと思いますので、ちょっと深夜になっちゃうんですがね、まあ、お時間の合う方は、お付き合いくださいというところで、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。